柴田康平は、福岡県北九州市出身の元プロ野球選手。左投げ左打。小学校4年時から浅川ベアーズで野球を始める。中学校では、ボーイズリーグの八万イーグルスに所属。当時は投手だった。福岡工業大学附属上等高等学校では2年春から、背番号19をつけ、控え投手として、ベンチ入り。同年垣から中堅守で、 レギュラーとなる。3年春には、第76回選抜高等学校野球大会に、佐田岡拓馬、西村健と共に出場したが、準々決勝で、兵庫県立社高等学校に敗退。卒業後は、千葉大学リーグ所属の国際武道大学に進学し、1年秋から2度のリーグ首位打者、ベストナイン3回。4年夏にはチェコで開催された第4回世界。 大学野球選手権大会の日本代表に選ばれ、銀メダルを獲得した。2008年のプロ野球ドラフト会議で、阪神タイガースからドラフト2巡目で指名。契約金7000万円、年俸1000万円という条件で入団した。なお、入団時の背番号は2で、同期入団の上本博則にも4を与えられた。 阪神で2名の新人選手が一桁の背番号を着用した事例は、1980年の北村、照文、藤倉和正以来29年ぶりであった。阪神時代2009年には、自身と同じく瞬速の外野手だった赤星のリヒにちなんで、赤星2世、ポスト赤星と呼ばれた。しかし、オープン戦で結果を残せなかったため、公式戦は2軍スタート。 ウワスタンリーグ公式戦では、大学日本代表時代に次ぐ上本との1.2番コンビで、76試合に出場。打率、320、2本塁打、25打点、9盗塁、オプス、809という好成績を残すとともに、フレッシュオールスターゲームに、同リーグ選抜の一員として出場した。9月26日の対中日ドラゴンズ戦で、 ダイソーとして一軍デビュー。この試合で一軍初打席も経験すると、30日の対東京ヤクルトスワローズ戦で、中技比によって一軍初打点を記録した。シーズン終了後には、シアトルマリナーズから移籍した、ジョージ・マケンジが、背番号2の着用を希望したことから、このシーズン限りで引退したシュータから、背番号、零零を引き継いだ。二0 1年には、 春季キャンプで一軍に帯同。しかし、キャンプ期間中の2月13日に、北海道日本ハムファイターズとの練習試合で、右手甲に支給を受けた。後に、第3、中手骨の骨折が判明したため、戦線を離脱。4月上旬に二軍で、実戦復帰を果たしたものの、ウエスタンリーグの公式戦では、シーズンを通じて目立った成績を残せなかった。さらに、 チーム打率290を残すほど一軍の打線が好調だったこともあって一軍公式戦への出場機会はなかった2011年には一年後輩の俊介などとの間で春季キャンプから外野のレギュラー争いを展開開幕一軍メンバーとして2シーズンぶりの一軍昇格を果たしたが俊介が 開幕戦のスターティングメンバーに起用されたことなどから、開幕当初は、ダイソーや守備固めで公式戦に起用されることが多かった。しかし、5月13日の対中日ドラゴンズ戦で、プロ入り初安打を記録すると、同月21日には、自身初のスタメン出場を経験。後半戦は俊介に代わって、中堅でのスタメン出場が多くなり、終盤には抜刀。 川崎宗則の,のモデルから青木則り地下のモデルに変え、打撃フォームも青木に似たものに変えて2番、中堅のレギュラーを獲得し成績を伸ばしていったが、8月14日の、対東京ヤクルトスワローズ戦では9回裏に、四万塁の場面で飛球を落球してしまい、走者一層の敵地失策を犯すということもあった。2012年は開幕スタメンを勝ち取り、その後は、 外野手に挑戦したヤマトとの併用で主に相手先発が右投手の試合でスタメン起用される。しかし打撃面の調子が上がらず、対してヤマトは徐々に調子を上げたためスタメンの機会が減り、1軍と2軍を行き来する。そして8月26日に登録を抹消されると、残りのシーズンを2軍で過ごした。同年12月から行われた オーストラリアウィンターリーグに参加し、14試合で、打率、345の成績を残した。プライベートでは、6月に結婚している。2013年には、外野のレギュラーが、マット・マートン、ヤマト、新加入の福留光介に、ほぼ固定されたことなどから、3シーズンぶりに開幕を二軍で迎えた。福留が故障で戦線を離脱した後の五月十七日に、 出場選手登録を果たすと、大学時代を過ごした千葉県の QVC マリンフィールドで開かれた同月22日の対千葉ロッテマリンズ戦でプロ初本塁打。地元、福岡県の福岡ヤフオク、ドームで開かれた6月3日の対福岡ソフトバンクホークス戦では、感染した家族の前でチームの勝利を決める敵地打を放つとともに、初めて単独でヒーローインタビューを受けた。 しかし、同月16日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で二塁への盗塁を成功させた際に左足を負傷。その後の診断で左足首の捻挫が判明したため、翌17日に出場選手登録を抹消された。9月11日に福留と共に再び一軍へ昇格すると、当日の対中日ドラゴンズ戦に7番右翼手としてスタメンに起用。 7回裏の第3打席では先生の二塁打によって復帰後初安打を記録した。なお、プライベートでは6月22日に第一子を授かっている。2014年には一軍公式戦27試合に出場したが打率が179にとどまった。シーズン終了後の11月11日に甲子園球場で催された。 日本プロ野球80周年記念試合では、阪神、巨人連合チームの一員として9回表に、左翼の守備へついたものの、打席に立つ機会はなかった。2015年には、一軍公式戦20試合で打率、190をマーク。2016年には、一軍公式戦10試合で打率、214を記録したが、10月1日に、 球団から戦力外通告を受けた。12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ。柴田自身は NPB た球団での現役続行を希望していたことから2016年11月12日に甲子園球場の12球団合同トライアウトへ参加。シートバッティング形式で5人の投手と対戦したところ3打数無安打に抑えられながらも 二つの支給を選んだ。さらに、2016年同月15日から17日まで、千葉ロッテマリーンズの周期キャンプへ参加。前述のトライアウトで選球眼を発揮したことに、同球団が関心を寄せたことによるもので、井野本健太郎、山屋和馬とともに入団テストへ臨んだ。最終日の紅白戦では、白組の一番中堅手として、 敵時三塁打や十一球粘っての支球を含むに、アンダー一支球で出塁したほか、中堅の守備で、井本の放った飛球を候補。一軍監督の伊藤勤監督から高評価を受けた。2016年12月2日に、ロッテが、柴田、井本、三夜のテスト合格を発表。柴田も、同月12日に、球団との間で一年契約を結んだ。背番号は、 阪神時代の2010年からつけてきた礼ー,レー阪神時代のチームメイトでもあった高浜拓也がロッテ遺跡後の2012年から2016年まで着用していた番号でもあった。2017年は春季キャンプから一軍入り。開幕一軍は逃したが5月7日の対ソフトバンク戦7回裏に代打でパシフィックリーグの公式戦に初出場。 以降の公式戦にも、相次いで、スタメンで起用されると、5月13日の対、北海道日本ハムファイターズ戦で1軍公式戦4年振りの、本類打、同月21日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で4年振りの盗塁を記録した。しかし、1軍公式戦全体では17試合の出場で、打率、121にとどまった。10月3日に、 球団から自身2度目の戦力外通告を受けたことを機に現役を引退。2017年12月21日に阪神タイガースが柴田を球団職員として復帰させることを発表した。2018年4月1日のタイガースアカデミー・ベースボールスクールの開校に備えて新校部を新設したことによる復帰でアカデミー担当の職員として 開口沖に専属コーチを務める。50メートル走6.3、遠投110メートルで、打撃センスも高いという評価もある。胴体視力と静止力の差が少ない。道具は SSK 車のものを使用。バットは川崎宗則が使用するタイプを微調整したものを使っていたが、2011年8月上旬から青木、ちかと胴タイプを使用するようになった。 ありがとうございます。